今日はですね、かなり衝撃的な映像になるんですけども、主役はですね、こちら四角ナマコになります。まあ、ナマコはですね、キャッチ結合組織を持っていて、まあ、自在にですね、すっごい柔らかくなったりすっごい硬くなったりすることができる、性質を持ってるんですね。その中でもですね、この四角ナマコのそれは明らかにね、群を抜いてすごいです。で、キャッチ結合組織の話をするとですね、まあ、大体俺もキャッチ結合組織持ってるわみたいなコメントがね、いっぱい来るんですけども、もうね、本当にレベルの違うものだっていうことが今回わかると思います。はい、ということでね、こんな感じで、今日食べていく6匹をね、取っていきます。まあ、一応四角ナマコもね、大体10件かかってるんで、漁師以外はね、取れないんで、まあ、皆さんね、気をつけてくださいといったところでですね、そろそろ実験をね、開始していきましょうか。で、本当にね、かなりね、衝撃的な映像になるんで、ちょっとだけね、心の準備をしておいてください。では早速一点に力を加え続けていきます。こうやってずっと加えていくと、だん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 柔らかくなっていくんですよ。で、柔らかくなった後にだんだん水のようになってきて、そこから穴が開きます。で、穴が開いたところから内臓が飛び出してきます。で、この内臓に外敵が夢中になっている間にナマコは逃げていくっていうふうに言われています。なんで、この2つにちぎれたナマコはですね、このまま置いとくとですね、2つの生き物になります。それではね、もうちょっとちぎっていきましょう。それでは一番後ろをですね、さらに力を加えていきます。そうするとですね、体全体がだん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 水のようになってきて、最終的にはこんな感じでナマコだったものが完全に白い粘液状のものになります。で、さすがにここまで来ると再生はね、できないです。はい、ということでね、皆さんかなり衝撃的だったんじゃないでしょうか。それではですね、陸に戻ってさばいていきましょうか。